X50、X51,X52,X53,X54 の形式が与えられており、現在は主に SJAB や各地域の多くの鉄道事業者により運行されている。2両、または3両の編成を組み、1編成の編成長は54メートルから80メートルで165隻から294隻の輸送力を有している。 中華人民共和国で運行されている高速鉄道車両 CRH-1 のベースになった車両でもある。最高速度はそれぞれの形式でおおむね時速 180km 時速 200km となっている。グリーントレインプロジェクトと呼ばれる鉄道高速化計画の一部で2007年7月18日に時速 282km のスウェーデンでの 鉄道最高速度を記録している。計画では営業運転で時速 250km の最高速度を目指している。現在のレジーナの各編成は地域輸送に供されているが、SJAB はヨーテボリマルメ、ストックホルムカールスタード、ファールンカム等の現在 X2000 で運行されているインターシティ用として新規に X55 を20編成導入すると、 発表しているありがとうございます